かつてあったビデオ安売りを店舗に本ビデオ販売はかつて日本に存在していたビデオメーカー卸流通業アダルトビデオを中心としてビデオシネマやアニメなどの制作卸しを行いビデオ安売りを全国にフランチャイズ展開した1993年9月ビデオ販売店ビデオ安売り王のフランチャイズ展開を始めた それまではレンタルビデオ店が中心であったビデオ業界だがアダルトビデオに関してはコピー商品や大手メーカーの焼き直し商品などはかなりの低価格で仕入れることができることから一部の小売販売業者は潤っていた事実に着目した戦略的な新事業であった当初はわずか10ヶ月で164店舗に店舗を増やしその後も順調に店舗数を増やし続けた 資金繰りに休止出してから後に雑誌 SPA、フライデーなどに全面広告であなたは月給200万円もらっていますかなどの派手な広告を出し最盛期には1000店舗を超えるまでに成長した加盟店に対しては日本ビデオからの仕入れを義務付け卸しは50%の掛け率であったがほとんどが 過去の大手メーカー作品の焼き直しやコピー商品で、ジャケットも見栄えが悪く粗末なものであったことや、本部のデータに基づいた売れ行き商品の把握や、新作を一週間ごとに納品するとした、バックオーダーシステムや、在庫ローテーションシステムのいい加減さなどから、加盟店の本部に対する不満が高まり、独自ルートで仕入れる店舗が続出。一気に資金繰りが悪化し、不当たり手形を出すに至る。 また、ディズニーのポカホンタスがビデオで発売される直前にディズニー作品ではない、いわゆるモックバスターのポカホンタスを輸入販売し問題となった。さらには扱っている商品のほとんどがポルノであったことから派手な広告で全国展開を目指す動きに警察当局が目をつけ始め、締め付けが厳しくなったことも災いし、崩壊への道を急速に歩むことになり、 愛学倒産するに至る。この間、オリジナルビデオには以下のようなヒット作もあった。オリジナルビデオの制作会社として、株式会社東京計画というトンネル会社を設立していた。ビデオ安売り用店舗内専門知識を必要とせず、3000円のビデオが1日40本売れれば1日の粗利益は6万円。それは1時間にわずか4から5本の販売本数で、 達成できる。店舗にはアルバイトを置くだけで運営可能であり、サイドビジネスとしても手掛けられるなどとリクルートの発行するリクルートムック独立、開業、フリーになる本などで宣伝し、多くの加盟店を集めた。実際は40本以上も売れる店舗は極一握りであり、直営店である東京駅前店の当時の売り上げは月250万円程度であった。 当初の加盟店の初期費用と条件その後、資金繰りに急してからは、新規開業者への加盟金の増額や、ポスシステムの導入の強制などで締め付けを厳しくしたものの、自転車創業状態に陥り本部は倒産する。多くの加盟店は、この本部の倒産を、むしろ歓迎した。現在も各地にビデオ安売り用店舗は残るが、すべて個人オーナーの独自経営による。 また、イメージダウンを警戒して、店名を変えた店舗も多く存在する。店舗面積が15坪から50坪くらいの小規模な店舗が多く、その後、東京書店や信長書店、麒麟堂といった大型のビデオ DVD ショップやゲーム、おもちゃなど他商品との大型複合店の進出や、その後のインターネットの急速な普及などもあり、経営は苦境に立たされた。 2011年より自転車広告事業を立ち上げて、代理店加盟金298万円で募集。しかし、実態のない事業での募集であり、加盟金を支払わせたものの広告自転車を走らせることはなかった。そのため、代理店希望者は加盟金だけを取られた状態で、実際に加盟条件であった広告自転車4台賃貸物件の手配などは履行されず集団訴訟に、 進むことになる。資金繰りも悪化し、自転車広告事業会社、目立つ広告を夜逃げ状態で逃走。サイドリアカー広告事業をデジタルチンドンの商標で2011年1月より、アット株式会社で開始する。ソフトオンデマンドは、当初は日本ビデオ販売の下請けの弱小メーカーに、過ぎなかったが、テリー伊藤が企画に加わった、ゼンダシリーズが、 大ヒットし勢いを得た。この時の販売価格は1480円で、卸は70%がけであったため、ソフトオンデマンド、販売店ともに利益は低かった。日本ビデオ販売の倒産後、それまでの小型の P パッケージからソフトケースに変え2980円程度に値上げしたが、それでも売れ行きは好調であった。その後、ソフトオンデマンドは次々に、 ヒット作を飛ばし、アダルトビデオのトップメーカーへと成長していく。1994年12月、村西徹は、日本ビデオ販売と契約して、セル専用のアダルトビデオを制作し、小田香織の主演する作品で、大ヒットを飛ばしたが、新作以外は、ダイヤモンド映像当時の作品の焼き直しをパッケージ、返しただけのお粗末なものであった。日本ビデオ販売が倒産後には、 日本映画新という新メーカーを立ち上げ、島田洋子などを V シネマに抜擢したりする話も出たが、実現せず早々に倒産した。その後村西はニューシネマジャパンを立ち上げた。22歳で一件のガソリンスタンドを買い取り独立。徹底した現金安売り商法で石油の安売りを落として脚光を浴びる。国道16号沿線に多数の店舗を展開し、 税率の低い BTX 類を主成分とする代替ガソリンであるフェールの韓国から輸入販売も開始したものの神奈川県石油商業組合が厚生取引委員会に自機格外の商品をガソリンと表示するのは不当表示に当たるとして提訴またガソリンと同率の税率がかけられるように法改正が行われ挫折ガソリンの絶対量を確保する必要に迫られた 佐藤は1984年12月30歳にしてシンガポールから石油の自主輸入を行おうとするが日本石油社長が会長を務めていた石油連盟の圧力もあり結局は通商産業省に潰されるこの当時の経緯は業界紙や経済誌にて連日のように掲載されていたまた佐藤は当時の自分自身を昭和の木の国や文在門と称した その後、カリフォルニア米の自主輸入も行い、1994年2月から3月にかけて、男はここで、勝負型破る諸星術が、勇敢で e スポーツ市場にて連載された。倒産後は、シェアハウス、カボチャの馬車などを運営する、スマートデイズを創業した。2021年5月、YouTube チャンネル、佐藤太七金儲け学園を開設。カボチャ破綻で見えた。 シェアハウスマン室への近道。日本経済新聞。2019年1月17日閲覧。佐藤ふとし儲け学園 YouTube。www.youtube.com。2021年7月28日閲覧。ありがとうございます。